おはようございます、ボスです。動画はね、昨日に引き続きボスくんです。あれから休憩して見てください。昨日と何も変わらない風景です。はい、今からねボスくんリード持って上に行きたいと思います。はい、おいで、はい、おいで、ほらほら、ちょっとこのドブジャンプしや、下見や、ジャンプボス、ジャンプしてや。よしよし、またね、このね急な坂登っていきたいと思います。ここはね以前にも何回か登ったことがあります。ちょっとボスリードだけ上にかけとき、危ない、今度が、はい、おいで、ほら、男を見してみろ、おいで、カミン、おいで、カミン、危ね、結構ね急なんですよね。あー、しんど、僕がしんどいですよね。危ね、地面でこんな感じで滑るんですよね。よいしょ、マス、ほらおいで、アミ、おいで、ほらおいで、あー、来た来た、うっ、いやー、グッボーイ、よしよしよし、よし、かっこよかった。よし、こっち行こう。よし、こんな感じで以前にも何回か来たことあります。はい、ボス、ちょっとね、さっきの坂でだいぶ息切れまた噛みました、息切れねしてしまいます。よしよしよし、ボス君なんか生き生きしてますよね、やっぱり嬉しいんですよね。よいしょ、ほらおいで、1、2、1、2、どこ行くの、ほら誰もいいし、話したろ、よいしょ、ほら、かわいいパン、よいしょ、ダンサーなんだよ、さこれね、多分ね、ボス君ね絶対どこもにトイレ向かっています。トイレねこっちにあるんですよね、普通の人間のトイレが。ほらおいで、ほらおいで、よしよし、ほらリードちょうだい、ほらこっちおいで、はいはい、よしよし、こっちおいで、ほら、よしよし、ほらこっちの広いところで遊ぼう。あかんで、ほらトイレ行ったらあかん、トイレ覚えてるねんな、ボス。よしよし、誰もいいね、よいしょ、近ないボス。さあ、誰もいいか、誰もいない、ほら自由に羽ばたき、よいしょ、ボス走ろう、おいで、おいで、ほら疲れて走りません、おいで、よしよし、ボス、おいで、おいで、ほら、おいで、ほら、組、あかんな、ボス疲れてんな、よいしょ、一気に、一気に、僕一人でね、走ってて暑いわ、よしよし、一気に、一気に、一気に、よいしょ、ちょっと元気出た？ボス君、元気出た？どこ向かってんの？ボス君どこ向かってんの？階段やで、階段。ボス君、景色いいですよね。で、どこ向かってんの？熱っ。階段行くのやめよう、ボス。階段行くの？マジか。ほら、どうすんの？また降りんの？まだ結構あるよ、階段。ボス君のね、階段降りる姿、前から見たいと思います。ちゃんと取れてるわ。ボス早い、早い。ボス早い。取れてるかな？ボス早い。よいしょ、よいしょ、
暑い。ちょっとね僕ね、ちゃんと撮れてたかな今の。これどうすんのボス君。悩んでますね。おお上手上手。よいしょ。うわーおー。疲れた。おいで。よしよし。あらリンダ持ったろ。ちょっと休憩しよう。休憩早い？でもこっち車多いからあかんの。かっこいいですよね。風通しがめっちゃいい。ワンちゃん分かってるのかな風通しいい場所とか。どうなんやろ。リードね。ちょっと持っとかないと。ほらほらほら引っ張ったら強い強い。うわ最高。気持ちいいな。最高やなボス。また目クソついてるよ。1回のお散歩で何回目クソ取ってるやろ。ああ涼しいけどな。暑いな。お水飲みたいけどね、あそこのね蛇口、水が出ないんですよね。出しっぱなしとかね防止するために出せなくしてあります。先ちょっと取ってなボス。何のための蛇口なんかなボス。考えますよねボス君。暑い。もうやばいわ、ほんまに暑い。暑いな。ちょうどね、ここずっと向こうの方を見たら、息子がね、行ってる小学校が見えます。なあ、ボス。息子は小学校でね、小学校入ってからね、やっぱり一気に成長したなって思いますよね。今まで送り迎えしていたのが、自分で歩いてね、自分で帰ってくるんですよね。で、いつもこう言うんですよ。パパ、今日はこんなことあった。誰と遊んだ。明日は誰と遊ぶとかね。宿題はどっからどこまで。今日は何習った。今までね、そんなんなかったですよ。やっぱりね、小学校でこう、しかもまだ入って、1ヶ月も経ってないんちゃうかな。この期間にどんだけ成長したかって、やっぱりね、すごいですよね、やっぱり。いいな、子供もね、ワンちゃんも最高ですよね。ワンちゃんもね、覚えが早かったり、訓練してる時期っていうのはとても楽しいです。子供はね、まだまだこれからゆっくりと成長します。ボス君はね、ワンちゃんの2歳は確か大人でいう22歳ぐらいかな、なんかそのぐらいやったと思うんですが、間違ってたらすみません。ボス君ね、だから多分22歳ぐらいなんかな。もうすぐあと2ヶ月でね2歳なんで。なあボス、いいなあ。彼女はボス、彼女できた？そんな顔で見んなよな。できるわけないやろみたいな顔見んなよ、ほら。よしよし。おもろいな。おもろいおもろい。なあボスにはなパパがいるからな。よしよし。よちよち。人間で言うたら22歳ぐらいなんですよ。22歳のね人間にこんなね頭なぜながらねよちよちなんてしますか。ボス君顎のせいとかね。ベロ気持ちいいとかね。やばいな、やばい、22歳やぞ、そんなの見たら。おもろおもろい。ああ、もうそろそろ帰ろうか、ボス。帰らないな。結構ね、お散歩出かけると、なかなかね、すぐに家には戻れないので、途中に雨降ることもあります。その時なんかね、雨はまだいいけど、ボス君歩かなくなった時なんか、すごいですよ。ボス君ね、今まで何回かあって、本当もまず抱っこできないっていうのが一つね。ほんで夏なんかは、昼間ね川とか行くときはね車で行くんですが、昼間のお散歩なんて絶対無理です。昼間のねドッグランも無理です。昼間ドッグランしへんかったらいつすんねんってな。なんかこう人間みたいにねナイトポールとかあるじゃないですか。まあ行ったことないんですが、ワンちゃんでもねもうナイトドッグランとかあるかないかわからないんですが、あったら、面白いですよね。なあボス、ボス何匂い出んの。自分
また匂いで何してんの？ああ、ボズ君帰ろうか。帰ってお水いっぱい飲んで、おかしいでしたね。で、ご褒美にジャンキーあげて。飲んでから、ボス君のことで爆睡します。ああ、ボス、よし。かわいいボス君、もうちょっと動こうよ。ほら、みんなも動いてるボス見たいよって。よし、リードおいで。ほら、おいで。ほら。これね、引っ張りますよ。よいしょ。これね、動かなくなるパターンなんですよ、ね、ほら。見てください、これ。こっからね、連れて帰るのが大変なんですよね、このうちから。ボス君。まあね、大丈夫、お前から仕方ないですよね。相撲さんかてね、一時のパワーはあれだ。そんなね、1時間、2時間のパワーなんてありません。なあ、ボス。ボスはね、多分人間で言うと、なんやろな、体力あんまないから、でも一時のパワーが強いのでね、このボディビルダー的なね、多分そんな感じの筋肉なんかな。マグロのようなね、赤身の筋肉、ね、マラソン選手みたいな筋肉ではなく、ボス君はね、この一時の、例えば 100m 走のオリンピック選手とかね、ああいう感じに近いのかな。長時間のマラソンや、長時間、例えばダンベルを持つとかではなく、重たいものをね、7回から15回とかグッと持ち上げて、マッスルボス君、ベイベイ。帰ろうか、ワンちゃん。それで、ね、今から帰って、帰った時にね、もう一回ちょっとだけ動画回して、お水飲んでる動画とかね、したいと思うので、ボス君バイバイじゃないよ、ワープは、ワープのチューはチュー。今ね、ボス君と家に帰ってきました。よしよし、ちょっと顔濡らしたら帰ってきて、新しいお水ね入れて、冷たくてね、気持ちよさそうに飲んでいます。こんな感じで、やっぱり冷たい水は美味しいですよね。もうこれはね、散歩帰ってきてからの定番です。あー、よかったな。ちょっと顔濡らしててる、疲れてる、ほら。かわいい。おてちで飲む、ほら、おてちでお水飲んでごらん。どけってやってるやろ、どけって、ほら、そんなんで飲めるかって。ボス君ね、テレビ水あげてもそんなんで足りるかってね、バケツでね、飲んだ方がよっぽどいいわと、こう言っています。飲むたびにね、俺水がね、こうやって弾かれるんですよね、わかりますかこれ。おいしいな、お散歩疲れて、いっぱい歩いて、お水飲んで、ほんで今から多分ね、爆睡なんですよね。僕もね、帰って、なんか飲まないとね、だいぶ汗が出ました。んで、なあボス君。本当はね、もっと夜のお散歩とか撮りたいんですが、以前撮った時ね、もう真っ暗で何も見えません。ただ単にね、暗い映像が流れてるだけなんですよね。それにしてもボス、いつもいっぱい飲むな。あんま飲んだらね、うんちが緩くなりますよね。暑い、ボス君暑いよって、暑い暑いって。どうした、よし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 、最後までね、見てくださりありがとうございます。じゃあね、ボス君、みんなにバイバイは。よし、みんないつも僕を見てくれてありがとう、バイバイ、チュー。ありがとう。